どうもタブヤンです。スーパーファミコンの F1 レースゲームエキゾーストヒート続きやっていきたいと思います。さあ残り4戦、第13戦オーストラリアグランプリ行きましょう。さあ目指すはドライバーズポイントでね、年間3位ですね、目指しましょう。さあタイヤをまずは補充、いつものようにね。そろそろなんか雨が来そうだけどね、どうなんでしょうか。あとはね、購入してこのシャーシかな、シャーシだと思うんだけど、と、ブレーキはもう最強なんで、フロントウィングも最強、リアウィングか、リアウィング買ってないね。でエンジン、次エンジン目指しましょうか。さあこれで表彰台に乗ればエンジンいけそうだけどね。もう全部は購入できなさそうだね。残り4戦ですからね、今回が最終回になるでしょう。さあ行くぞ、オーストラリア。ああ、そうですか、そうですか。強烈だねこの連続カーブ。ここは直線、あ、これはいいエンジンが欲しいな。もう一個上の最強エンジンが欲しいですね。でここで減速、あ、もっと減速、加速が速すぎたな。そうですか。ここで急カーブ、最初のカーブむずいねこれ。ここでアウトイン、おお、いいね、アウトインアウト決まったらかっこいいね。さあここで稼いで次ですね、問題は。わ、もっとか、くー、やっぱりエンジンブレーキだけでは無理か。おー、無理だねここも。あー、早すぎた、攻めが早すぎた。ひえー、これは成績悪いよ。でも練習にはなりましたが、あ、それでも5位、 OK。 チェスターに初めて抜かれたな。初めてではないか。行きましょうか。フロントウィングとかがあればもっと曲がりやすいんだろうね。上を目指せばキリがないけど、行くぞ、安全に行こう。少し安全に行きたい。真ん中から行くか、これ真ん中から、真ん中から行くんだけど、問題は最初のカーブを乗り越えてからのここだ。安全にブレーキング一個ずつ丁寧に、よし、まさかの首位だ。さあ問題はここだ、予選では曲がりきれなかった。よし、ブレーキしてアイルトンセナに抜かれて、ここ、あー、ダメだ。2つ目もきついブレーキがいる。さあ2着アイルトンセナと勝負だ。やっと、厳しい、わ、厳しい、タイヤがすり減っていく。セナに勝ちたい。で後ろからナイジェル・マンセル来てるよね。さあここの離して、さらにブレーキング、もう一つここでブレーキング、急カーブ、急カーブだけどエンジンブレーキで曲がれる。アイルトンセナの背中は見えるか。ああ、ダメだ、やっちまった。
ナイジェル・マンセルが来るぞ。うわ、めちゃくちゃ離れてるな、セナと。よっと、ここで急減速して、ここでもよし、でここはエンジンブレーキだけでいける。もうだいぶ加速が落ちてるからね。あー、テクニックあるね。さすが、さすがワールドチャンピオンだ、アイルトン・セナ。悔しいね、悔しい2着です。あ、アラン・プロスト来たか、3着に。おっと、ナイジェル・マンセル4位に落ちて、ファステストラップは私。おお、セナが29ポイント差。セナ全部、あと全部勝てば、ナイジェル・マンセルがリタイアすればね。まあでも無理でしょうね。中田さんと12ポイント差。よし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 。3位を確定させたいね。1万800ドル。さあ、どんどん行こう。アメリカグランプリ第14戦、エンジン買っちゃいましょう。最強エンジン全部外してエンジン変えて元に戻すと。 OK、 そしてタイヤ交換で、さあこれでどんな走りになるかだね。ウィングとか買いたいけどな。あ、なんか角張ったコースだね、 USA。うわー、事故ったウイング壊れたんじゃない。あら、まあこれエンジンがやばいやばい、ま、うわー、事故った。これ向いてないんじゃない、このエンジンどうだろう、予選でちょっと判断しないとね。この90度カーブどうやって攻略するんだ。もっとアウトインアウトしないと。もう一周練習するか。310キロ出てる。ブレーキは最強だけどな、ウィングが欲しいよな。あ、全然ダメだね。もっともっとブレーキだね。このエンジン使わない方がいいのかなねえ。あっと、事故りました。優秀な、なんだろう、テクニカルアドバイザー欲しいな。このコースはこれで行った方がいいみたいなね、セッティング。私ドライバーなのにそんなこと考えないといけないもんなあ、最下位に沈みました、久しぶりラウンド14。壊れたりはしてないのか。ハイブリッドでいいんだけどな。チェンジする必要ないよね、ここはね。ブレーキも最強だし、ミッションを変える、4速とか、これ4速に。こっちに変えようかね、せっかく買ったエンジンだけど。こっちに変えて、パワーのない方に、これでいこう。ちょっとスピード落としても入賞しないといけないからね。これ最下位ではダメ、まずい。いくぞ。
から攻める銀側から。そしてああちょっと早すぎた早すぎた息早すぎた。おい曲がって曲がって、ああやっちまった、また同じことしたぞ。せっかくトップだったのに最下位か。せっかくエンジン変えたのにね、曲がりきれないという。違うな今のも。コースを全然覚えてないやばい、行き当たりばったりだ。5位か、でも頑張ってるな。このゲームマシン潰れないのかな、一回も潰れたことないよね。ごめんごめんごめん、やっちまった。くっそ難しい。初の再開ありえるねこれ。どこで最後まで諦めずに行くぜ。ラスト1周はもう気持ちよく行きたいね。事故のない、事故なしで。なんか抜いたよ。まあ5位？おおすごいじゃん。安全運転でアウトインアウト。あごめん。罰金が怖い。やはり最後まで同じことか。アメリカグランプリもう二度と来たくないなこれマクラーレンの車、アメリカ90度の機械的カーブ、いやー散々でした。最も良くないコースだったねこれ。いやーさん上に行かれた。あープロスト、あじゃあ苦戦してたのアイルトンセナだったんだ。これはナイジェルマンセル優勝決まったんじゃない、これで総合優勝。740ドルで済んだ、よかった。もっと取られるかと思ったよ。あーこれでウイング買うのはもう無理かもね。あと2戦でしょ。さあ気持ちよく行こう。モナコグランプリ、ああ市街地戦、超カーブがきつい。そうか、もうなんか後半戦エンジンいらない感じなのかな、最強エンジン。でもつけようか、せっかくなんでね、最強エンジン。前半で欲しい。あ、嘘でしょ。あ、皆さんまだ右あったフェラーリホンダ、そうか今気づいたわ、まだあったんだ。これスペシャルタイヤもあるじゃん、知らなかった。はい、まだあったんだね。あ、こっちもある、マジか、もっと右やったんだ、マジ最後に気づいてしまいましたねまあこれはもうプライベートで楽しみましょう。あとね、でもスペシャルタイヤゲットしたんでね。あれスペシャルにチェンジ、チェンジするよもちろん。うわーずっと使いたかったなスペシャルタイヤ。しかもこんなに上あるんだったらね、全然このエンジンでいいじゃんね。そうか、早く気づきたかったな。もうちょっとニトロでも積んどくか、4リットル。
ニトロ注入。オッケー、行こう。あ、予選で積んじゃった。ニトロ。ニトロ予選で積むというね、まさかの。まあ一回ポールポジション取ってみたいっていうのもあるよね。ゴー。どこ？そう。今ここピットが曲がるとこかと思ったぜ。最悪だ。よし、ゆっくり走って下見しよう。ファミリーサーキットとかだったらあれで終わってるからね。うわーすごい。うわすごい。2回連続の180度。そう、モナコビビりながら走っております。モナコグランプリ、わー、見せ場ではあるんだけどね。ドライバーのこれすごいコースだな。よし行くぞ、本番だ。いきなりやってしまいました。再開は避けるためになんとか。ほとんど止まってたよ。いや、うそ、それでもダメか。ほとんど100キロ以下になってたよね、スピードが。エンジンを使う稼ぐところがないんだよな。ニトロは使ってるのかもね。見る余裕がない。あー、こう曲がりきれない。うーぞー、再開だー。終わったー。ニトロは、あー、やばい。あー、再開。あー、中田さんにやばいね、これ。追いつかれたらやばいぞ。このままでも行こうかな。あ、ニトロ積んでる。使うとこあるのかな。モナコグランプリファイナル、最高峰グリッドからゴー。一気にごぼう抜きまではいかない。みんなスローだね。あ、スローだけど、やっぱりテクニックがあるな。あー、うそー。おー、アウト。これ、ショートカット。クラッシュしないように走らないと話にならんね。それで行こう。ノークラッシュで行こう。あー、クラッシュしてるじゃん。ダメだ。恐るべしモナコ。いや、これでもクラッシュせずに行ったら気持ちいいよね。7位。ノークラッシュでいくぞ。2周目ノークラッシュ。けっ、おい、これではでも追いつけないか。どうだ。楽しい。楽しいけど追いつけない。7位のまま。いやー、マジかー。1台見えた。6位入賞を目指せ。
見えてる見えてる見えてる、いけ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 、おほほ、最後飛ばせ飛ばせ、オッケー、抜いた、このままこのままキープキープキープだ、あーキープできないか、どうだ、6位入賞か、どうなんだ、6位低レベルポイントもらえるのかな、6位は。お、中田さんはいない、あ、やりました、中田さん7位に沈みました。ということで総合ランキング3位キープ確定かな、これね、やりました、ペナルティ540、もうほぼね順位は決まったみたいな感じですけど、最後ね鈴鹿サーキットですか、ジャパングランプリ思い出作りに走って終わりましょう。さあタイヤをね、右側にまだあったというね、衝撃のホンダエンジン積んでみたかったね。まあまあまあ、予選終わってからニトロ積みましょうかね。いやー初見プレイだけど楽しかったな、このグランプリ。悔いないように鈴鹿は右からですよね、あの覚えてるわ、いや覚えてないけど覚えてるわなんとなくファミリーサーキットで覚えてますねなんか広く感じるんだよね、モナコの後ここか、180度、あっとエンジンブレーキは曲がりきれない、交差するんだよね、長いな鈴鹿、あーっとやばい、あー最後怖いね、310キロ、ブレーキしすぎ、こう右に左に高速カーブだな、あー鈴鹿気を抜くとやられるよ、あーっと、今これでだいぶ慣れてきたからドライブにね、 もう1年やれば結構いけるかもねもうやらないけどあっと無理やり、結構このマシン丈夫ですからねこのゲームの壊れないから、ちょっと無理しても、あー5位か、いやー最後表彰台で終わりたいね、ニトロ乗せちゃいましょう、ニトロ、あお金ない、あれなんでお金100になったんだろう、まあしょうがない、行こう、最後5番グリッドから最後の3周、このゲームの優秀の美を飾るぜ、早いな、加速重視か、ちょっとスローになるのがいいよねこれスローになった方が見やすいもん、だって操作しやすいからねあーっと、フェラーリ三つどもえの直線ではまくれる、ごぼう抜きだ、うわー後ろから来た、現在3位、ち
直線で抜くけどここ危ない。さあこの高速カーブ、置いてかれた。あ、ここだ、この急カーブがあるんだよね。置いてかれるか。あっと、ミスった。これ誰だ、この色は、このマシンは。あ、やば、やばやば。さあ2位に上がった、ファイナルラップ。どれくらいの差があるんだ、これ右側に急カーブがあるんだよ。ここだ、ちょっと意識しすぎだ。全然見えないな、前が。無理か、優勝は無理か。無理か、早いな。やっぱ第あと2ランクエンジンがあるからね。残念ながら優勝できませんでした、一度も。あ、中田さんライバル、そしてアイルトン・セナ勝ちましたか。トータルポイント、うん、セナもナイジェル・マンセルには勝てず、前半が貯金が多かったからね。トータルポイント、6ポイントが、最高なんだよね。優勝すると10ポイントかな。いやー、でも全てのコースで、あ、モナコが一番悪かったんですね、やっぱりね。厳しかった、テクニックが必要なコースでは軒並み表彰台乗れなかったね。あ、スペシャルボーナスもらえるんだって。3、トータル3位だからかな。 To be continue next season。 最後までご視聴ありがとうございました。エキゾーストヒートでした。エンドゲーム、ご視聴ありがとうございました。レコード、ね、前の持ち主の人、伏せさんね。あら、まあ伏せさんに勝てないね。マジですか、前の持ち主早いな。多分負け、軒並み負けております。ありがとうございます、伏せさん。中古で買いました。ということで主役は伏せさんでした。それではまた次のレトロカーレースゲームでお会いしましょう。さよなら。